演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、ファミリーマートの栗のお菓子をいろいろ買ってきましたね。こちらを食べたいと思います。あ、お菓子っていうかケーキとかパンとかもありますけど、去年はローソンで栗拾いしたんですけど、今年はファミマで栗拾いしてみました。慎重になりすぎてるな。おー、クリームたっぷりですけど、モンブランってペーストのイメージあるんだけど、これは違うのかな。まあ、食べてみればいいか話ですよね。それでは、いただきます。まあ終わりよければ全てよしで、早く食べなきゃ。こういう味なんだ。こういう時にも味わう余裕ができてるな。こちらの和栗のモンブランちょっと悲劇になりましたけど、クリームはとっても濃厚で栗の飴で美味しかったのですが、ちょっと思っていたモンブランとは違いましたね。もういわゆるモンブランというとペーストのイメージがあるんですけど、ペーストではなくクリームが全般になっていて、ブランドはちょっと違うな。まあ、でも美味しかったので、これはこちらの点数とさせていただきます。続きましてはこちらの栗のシフォンケーキ、栗のケーキスプレシフォン風ですね。ちゃんと名前覚えてください。上に乗っている栗の果肉がちょうどいい感じで食感を出していて、中にもマロンクリームがたっぷり入っていて、ふんわりしっとりとした食感とともに栗の甘さが口の中に広がってきて美味しかったです。こちらもクリームを堪能したい方にはぜひおすすめしたい一品ですので、こちらも点数とさせていただきます。そしてその次に食べたこちらのモンブラン風パイは、これが一番モンブランに近かったです。さっきのケーキよりも中にペーストが入っていたので、でこれもマロンクリームが入って、さらに周辺のパイもちょうどいい硬さのあるサクッと食感で美味しかったです。ペーストがあって、これが一番モンブランに近かったと思いますので、こちらのペーストとさせていただきます。まず覚えても、シフォンのパンモンブランと歌っているわけではないのですが、ね、では続きまして、こちらにある焼き菓子4種類を食べていきたいと思います。まずはフィナンシェから、さっきの被害を一番報告するから早く食べてあげないと。これ食べるわけにいかないからな。ね、こういう断面になってます。ではいただきます。焼き菓子の方もしっかり栗の風味が出ていて美味しいですね。久しぶりに食べたけど、また食べてみたくなるな、こういうのは。最初に食べた栗のフィナンシェは、噛んだ瞬間に栗の豆が口の中にふわっと広がってきて、さっくりとした程よい食感もうまくマッチしていて、とっても美味しかったです。こういうシンプルに食べられるのがいいですね。で、サクッと手軽にいけるというのもプラスポイントですね。こちらも点数とさせていただきます。そして次に食べたこの栗のバウムクーヘン、これはちょっと栗が弱かったかなっていう気がしますね。バウムクーヘン自体もちょっと洋酒がきつくて、好みの分かれる味かなという気がしました。いかんせん栗が弱すぎたのはちょっと残念だったので、こちらも点数とさせていただきます。続きまして、栗のロールケーキ、これが一番焼き菓子の中では栗を感じることができましたね。ペーストの深い系の程よい甘みとクリームの濃厚な甘風味が口の中に広がってきて、ロールケーキの生地もしっとりしていて、それらを邪魔することなく食べ進めることができて美味しかったです。焼き菓子の中ではこれが本当に一番のおすすめですので、こちらの点数とさせていただきます。で、これがっていうことになっちゃったので、もう1位ではないのは確実のパウンドケーキです。これもバウムクーヘンと一緒で、どこか洋酒がきつくて栗の風味が弱い雰囲気がありました。なおかつちょっと生地がパサついてるのも残念だった部分、まあ、パウンドケーキはそういうものなのかもしれませんが、
まずもう食べられなくはないのですが、ちょっと今言っちゃったからなのでこちらのペーストとさせていただきます。栗の安パイっていうのもあったんですけど、自分が買った店舗にはなかったんですよね。店舗によって商品が違うのちょっと困るかな、こういう時に。ですがファミリーマートの栗拾い、今年は堪能させていただきました。もっといろんな栗商品出てほしいですね。それビールのみ、ルーブル美術館を見てみる。いや、酔った状態で美術館賞なんかできるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演武。